なぜだ、なぜなんだ、どこで計算が狂ったんだ。負ける要素はなかったのに、なぜ。さあね、ネズミにでも聞いてみるんだな。追い詰められたネズミによ。そうか、負ける要素は下等生物をゴミと侮った俺の心の中にあったのか。よくやったなダイ、すげえアバンストラッシュだったぜ。ああ、この覇者の剣のおかげ。こんな覇者の剣がボロボロになるなんて。伝説の剣でもダイのドラゴンの力には耐えられないのか。残念だったな。そいつは精巧に作られた偽物。本物の覇者の剣はすでにハドラー様に献上済みだ。そしてそしてこれさえ献上できれば俺の使命は終わる。届け我が父のもとへ。てめえ何をしやがった。我が父に送ったのだ。あの中には超魔生物の研究の成果を含む俺の知識の全てが詰まっている。残りの研究は父が引き継いで完成してくれる。バカ野郎、てめえの親父ってのはザボエラだろうが。あいつがそんなことやって感謝するような玉かよ。分かっているさ、そんなこと。あの父は自分以外の全てを道具としか見ていない。俺が死んでも涙一つ流さないだろう。だがあんな父でも俺の父であることに変わりはない。これが超魔生物となった者の定め。破れ去った時には死体すら残さず黒き灰となって散るのだ。神が与えた命に手を加えた天罰かもな。ジャムジャ、同情などいらん。俺は十分に満足しているのだ。束の間とはいえ地上最強の肉体に限りなく近づけたことも、そしてお前たちとの戦いにもな。だがいつか完全なる超魔生物がお前たちを倒しに来る。俺の戦いは無駄じゃなかった。そうさ、決して無駄ではなかったはず。こいつ親父に褒めてもらいたかったんだろうな。表面上はどうあれ、きっと心の底では父親の愛を求めていたんだわ。わかる。俺なんとなくわかるよ。